本日はですね、2020年買ってよかったものをトップ7からトップ1まで紹介していきたいなというふうに思います。まあ、昨日ですね、トップ15からトップ8までっていうのを紹介したんですけど、その続きで紹介はしていくということにはなってるんですけども、これはファッションだけとか洋服だけっていうことじゃなくて、生活用品とかもあるし、まあ、とにかく僕が今年400万円ぐらい使った中で、もう何が良かったと思ってパンって頭に浮かんでくる15個があったんですよね。だそれを順ランクイン順に発表していくってことになってるので、まあ、ほんまやったら無理に20まで増やそうとか削って10までにしようとかっていうのもできたんですけど、もうやっぱ浮かんだ順でパンって並べていこうと思って紹介しておりますので、まあ、ほんまに忖度なしで企業案件とか抜きに、もう個人的に良かったというのを、引き続き紹介していきたいなというふうに思います。まあ、なので今日の流れとしてもですね、残りのトップ7からトップ1まで紹介していくということで、まあ、買って良かったところとか、あとまあ感想とかをお話ししながら、どんどん7、6、5、4、3、2、1まで行っておしまいという流れでいきたいなというふうに思いますので、今回もその順番でいきたいなというふうに思います。では、買ってよかったもトップ7っていうのが、家庭用ドラム式洗濯機になります。まあ、これはですね、もう正直どこのメーカーでも、まあ、好き好きあると思うので、僕は別にどこでもいいかなと思うんですけど、個人的には日立がいいなと思って、まあ、日立は購入したんですけど、大体多分買ったのが今年の9月ぐらいなんですよね。9月か8月ぐらいに購入して、そっから一切ベランダに出てないんですよ。でよくテレビ CM とかで見てたらですね、洗濯物を干す時代は終わったってよく言ったりするんですけど、まさにそれやなと思って、一回も外出てないし、一回も洗濯物をパンパンしてハンガーにかけてないんですよ。もう気づいたら出来上がってるんですよね。だからあとは畳むだけっていうことで、これはほんまに20万円ぐらいしたんですかね。ちょっとまあまあ高かったのは高かったんですけども、もう十分それだけの投資分は返ってきてるって思えるぐらい楽させてもらってるんですよね。でも、まあ、我が家に関しては僕が家事をするのが基本なんで、こうやってね、家でくっちゃべってるだけだからお前家事せえいうことなんで、家事するのが基本なんですけど、やっぱねめちゃくちゃ楽なんですよ。洗濯物ポンって掘り込んで、ボタン一つプチって押すだけでもう洗ってくれて、なおかつ乾かしてくれて、ふっくらした状態で出来上がってくるんですよ。こんな従順なやつおるっていうぐらい洗濯をやってくれるんですよね。だからめちゃくちゃ助かってるし、ちょっと例えば出かける前とかにピピって押しといて、洗濯機回しとけば帰ってきた時にちょうどふっくらして仕上がったりもするし、それ以外にやったら干し待ちっていうわけわからん時間がないんですよね。干すの待たなあかんっていう時間あるじゃないですか。あと15分後で洗濯機できるから、それまでちょっと15分間待っとかなあな、それを干してから出かけようみたいな時あるじゃないですか。この15分何みたいな時あるじゃないですか。ああいうのが全くないんですよ。で、今時期とかやったら冬場ってなかなかこうセーターとかニットとかパーカーとかってあんまり洗濯も乾かんじゃないですか。特にフードのここのとこ全然乾かへんなって、まあ僕もずっと毎年やってから思ってたんですけど、ドラム式はもう基本乾燥機ついてるので、もう絶対乾くんですよね。で、大体今のやつって全部そうやと思うんですけど、自動で洗濯の量を見て、洗剤の量とか水の量とかも全部自動で判断してくれて、 AI が入ってるので、無駄に洗剤を使うこともないし、無駄に水を使うこともない、もはや人間が入れた方が無駄になってるでっていうことになってるんですよ。って考えたら、まあこれは良かったなというところで第7位ということになっております。で、次、じゃあ第6位に行きたいなと思います。こちらのノースフェイスのボディバッグになってます。で、まあ夏ぐらいですかね、僕めちゃくちゃカバン買ってる時期あったんですよね。で、それこそ最近とかやったらダウンジャケットめちゃくちゃ買ってるけども、まあそういう、まあ、カバンを買う時期っていうブームがあったんですよ。で、そのカバンを買ってる時にボディバッグもいっぱい買ったし、まあリュックとかも結構買ったんですけども、まあその中で一番どれ使ってんのって、お前結局どれが一番使ってるって言われたら、もう真っ先にこのオリオンなんですよね。で、これはノースフェイスから出てるオリオンという、まあ、メーカーというか、まあボディバッグっていうか商品名になってるんですけど、ノースフェイスといえば結構スイープっていうのが有名やったりするんですけど、スイープってやつは中のものが落ちたりとかしてスマホとかが割れちゃう恐れがあったりするんですよね。まあこれは動画でも言ってるんですけど、まあ、なのでこのオリオンは一番使い勝手いいなというところで現在めちゃくちゃ使っております。もう後ろとかもボロボロになるぐらい使ってるので、本当に多分一番使用してるんですよね。で、まあ基本的にはこれをドロワーラインにかけて、玄関とかにピュンって常にかけてある状態なんで、これを持って出かけるみたいな。で、帰ってきたらこれをピュってかけて部屋の中に戻っていくみたいな生活をしてるんですけど、ボディバッグやったら僕買ってよかったもの上半期編っていう動画出した時に、マカ2っていうアークテリクスのね、カバンリュックっていうか、そのボディバッグがめっちゃいいですっていう話で、まあ、それは今でもめちゃくちゃいいなと思ってるんですけど、マカ2はね結構私服ではめっちゃいいんですよ。私服やったらもう絶対僕はマカ2なんですけど、チャリンコ乗る時とかってこのオリオンの方が背負いがあっていいんですよね。まあどういうことかって言ったら、こうやって背負うじゃないですか。ほな前にもできるし後ろにもできるから、チャリンコこいでても問題ないんですけど、マカ2やとチャリンコとかに向かないんですよね。結構ブラ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 するんで、まあ、私服に使う分にはもうダントツマカ2がいいんですけど、
チャリンコ乗るとかっていう普段の使い勝手としてはもうオリオンがズバ抜けていいんですよね。まあ、なのでこれも、まあ、もし仮に今なくなったとしたら新しく買い足すぐらい良かったんじゃないかなというところでは思っております。ちなみにリュックとかカバン系の中ではこれが1位ですね。一番順位が高くて、これ以上順位上げてもカバンとかリュックは出てこないので、まあ、これが一番使い勝手良かったなと思ってます。後ろのねクッションあるところにスマホなんかも入れれるし、でメインの収納も大きいから、僕財布も2個入れてるしカードケースも入れてるんですよね。それでも全然余裕あるし、ここにまた 500ml のペットボトルも放り込めたりできるので、まあ、これはまたレビュー動画で言ってるのでこの辺割愛しますけど、結構容量大きい割には使い勝手いいんですよね。でまあそれこそ僕の使い方もう1個あるんですけど、どういうことかって言ったら、ここに財布とか入ってるじゃないですか。でまあこの入れ物は変わらないんですけど、例えばリュックで出かけるときあるじゃないですか。リュックで出かけるときはこれをこのままリュックに放り込むんですよね。だから移し替えるとかせんと、もうこのまま入れ込むみたいな。だからこれは財布バッグやと思って持ち歩いてるので、まあ、そうすると手間はないじゃないですか。全然これだけ掘り込むだけやから、で帰ってきたらこれだけ抜いて玄関に置いといたらいいだけなんで、まあ、僕はちなみにそんな使い方をしてますねっていうのが第6位のオリオンということになってます。では次第5位というのがアマゾンのアレクサ関係になっております。で、まあ、これはどういうことかっていうとですね、今年1年我が家はスマートホーム化したいなと思っていろいろ取り組んでたんですよね。でそれこそ今カーテンも自動で開くようになってますし、エアコンも自動でつくようになってるし、テレビも自動でつくし、この撮影用のライトとかも自動で音声だけでつくんですよ。で例えばアレクサ撮影モード終了で、まあ、こんな感じでカーテンが開いて真っ暗になるんですよ。で撮影するときなんかはアレクサ撮影モードはいという感じでなるので、まあ近未来感があるというかちょっと先っぽいじゃないですか。でそれ以上に何がいいかというと、例えば外に出かけてる時とかに、あちょっともう帰る間際であと10分ぐらいして家着くなっていう時に、あ寒いからエアコンつけときたいなっていう時は、スマホから遠隔で操作してエアコンつけたり、あと加湿器炊いたりとかして部屋を快適な状態にしといてそのまま帰宅するんですよね。でそんなやることもできるし、それ以外にやったら鍵ですよね。鍵もスマートロック感になってるので、近づくだけで鍵が開くし、離れてたら勝手に鍵閉まるんですよ。だから、まあ、基本的には鍵を持ち運ぶ必要ってないっちゃないんですけど、僕一応持ってる理由があって、何かというとその今の玄関の鍵はそれでいいんですけど、我が家って一応マンションなんですけど、そのオートロックなんですよね。そのオートロックはさすがにアレクサ聞いてないんで、これ自分で鍵開けないとダメなんですよ。でオートロックの方が不便なんですよ。でそのためだけに持ち歩いてはいてるんですけども、まあ、このスマートロックのいいとこは、例えばお子さんとかおったりしたら誰が帰ったかがスマホで全部わかるんですよね。あ誰かが鍵開けて入ってるなとか、また誰も帰ってないなとかっていうのがもうスマホでわかるので、まあ、それで防犯的な対策にもなるし、誰かが入って怪しいなとかってなったりしたら防犯的な対策にもなるし、確認にもなるというか、あ帰ってんねんなとかっていう確認にもなったりするので、まあ、この辺は便利やったかなと思います。まあ、ちなみにカーテンやっぱ一番いいのは朝ですよね。朝に勝手に自動で7時になったら開くようになってるので、それと同時にパッて目が開くし、で夕方の5時になったら勝手に閉まるようになってるので、我が家は旅行とかに出かけても部屋だけは人がいてる雰囲気なんですよね。時間になったら電気がつくし、時間になったら勝手に電気が消えるし、カーテンが開いたり閉まったり、テレビがついたり消えたりするので、多分1ヶ月ぐらい外に出かけてても多分近隣の人は気づかへんっていうぐらい部屋の中は生きてるような感じなんですよ。それをアレクサにやってもらってるってことで、まあ、それは良かったかなと思うところ第5位ということになっております。まあ値段的にもそんなに高くないんで、導入するハードルは結構低いんかなというところで、まあ、これは生活がガラッと変わったんで良かったかなと思います。では次第4位というところに行きたいなと思います。買って良かったもの第4位というのがこちらの今履いてるサンダルのウーホスですね。で、まあ、このリカバリーサンダルというサンダルなんですけど、これもともとはスポーツ選手とかが履く用のサンダルとして開発されて、特に真夏ですよね、夏とかによく履いてるっていうイメージやと思うんですけど、これ我が家に関しては部屋用のスリッパにしてるんですよね。で部屋用のスリッパって普通はなんかこうユニクロとかで買うじゃないですか、普通の部屋用のスリッパって。でペタペタのやつ履くと思うんですけど、僕に関しては部屋にいてる方の時間の方が長いんですよね。だから部屋のスリッパの方がよりいいものを使っとかんと足が疲れるっていうので履き始めたんですけど、これ何が良かったかっていうと、もちろん部屋用のスリッパとして履いてるから足の裏が汚れないっていうところももちろんいいですし、まあ、それのおかげで靴下が綺麗っていうのもあるんですけど、まあ汚れへんっていうのもあるし、あとなおかつ普通のスリッパと比べて体の構造を考えられて作られてるらしいので負担がもう全くないんですよ。だから履いてて疲れるっていうよりかはむしろ裸足の方が疲れるんですよね。で裸足で歩いとったりしたら、うわなんかこう足疲れてくるからサンダルどこやどこやってサンダルを探すようになるんですよ。ほんでこれレビュー動画でも言ってるんですけど、どれぐらいクッション性がいいかっていうと、このゴルフボールが跳ねないんですね。パコーンって跳ねていかんくて、こうやってちゃんと支えるじゃないですか。ほんならこうポトンって
跳ねないんですよね。でサモアのなんていうんですかね、まあ分かりやすく言うと芝生の上を歩いてるようなふかふかした気持ちであの部屋を歩けるんですよ。だからこれはもう絶対買ってよかったなと思ってランクインしたんですけども、それ以外にやったらあの同じようなリカバリーサンダルんで、あのホカオネオネっていうメーカーから出てるこのリカバリーサンダルもあるんですよね。これもあの同様に部屋用のサンダルとして使ってるんですけど、これに関してはね僕使ってないんですよね。嫁がずっと使ってるから、これがいいのか悪いのかちょっと全然わからんくて、じゃあこっちのホカオネオネどうなんて言われると、まあ使ってへんからわからへんのですけど、まあ、僕は個人的にリカバリーサンダルこそ部屋で使うべきやと思うぐらい、まあ理論的には理にかなってるじゃないですか。あの体も楽になるし、部屋の中って一番リラックスするしやなあかんところやから、まあそこでサンダルを使うっていうのは良かったんじゃないかなと思いますし、まあウーホスの方のこの僕が普段履いてる方に関してはちょっともう一足買って玄関用にしようかなと思ってるぐらいこれは良かったんですよね。まあ衛生面考えてもいいなと思うし、まあ値段的にもそんな高ないから、まあ別に買い替えてもいいんちゃうかなと思えるぐらいの価格帯で、多分5000円前後やったかな、そんな1000円かな、なんかそれぐらいだったと思うので、まあそんな感じやなというのが第4位ということですね。では次第3位っていうのがですね、グーグーのマットレスになってます。で、まあ、これに関してはですねめちゃくちゃいいんですよね。でマットレスって聞くと、あーなんかまあ睡眠って大事なんでしょぐらいの方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕の動画見てマットレス買い張った方も結構いらっしゃるんです。まあ、その方とかに聞いたらめっちゃいいですってやっぱ皆さん言ってはるし、でなおかつ僕らもめっちゃ良かった。僕嫁に聞いたんですよね、今年買って良かったものを作ろうと思って動画作ろうと思ってるけど何がいいと思うって言ったら、いやいやグーグーはまず入るやろって言われて、まあまあそれはグーグーは硬いかということで、まあ、グーグースリープのこのマットレスを買ったんですけど、僕今までそれこそなんか有名家具メーカーとかで出てるマットレスとかに寝転んだことあるんですけど、そんなマットレスで違いって感じたことなかったんですけど、このグーグーはなんかとあるイベントで寝転んだ時にうわ椅子絶対買いたいって思うぐらいちょっと衝撃的な寝心地やったというか、まあ、あまりにも良すぎたんで僕ついつい親に買っちゃったんですよね。もう実際俺使っててめっちゃいいから、まあ、おかんにも買ったろうと思って、あのついこの間ですね、あのおかんのためにポチってですね、ちゃっかりあのクーポンコードは使ってるんですけど実家の方に送ったんですけども、でこの時にですね 20% オフのクーポンがあるんですね。あの僕の視聴者さんのためにあのクーポン作ってくださいって言って作ってもらったクーポンなんですけど、ちゃっかり僕のために使ってるということで、まあこれ使ってね購入された方もいらっしゃると思うんですけど、まあ僕も別に使う権利はあるやろということで 20% オフの、 あの自分の名前を自分で託造ってクーポンコードを売って、まあ、それでも5万5000円ぐらいしたんかな、まあ、まあまあいい値段したと思うんですけど、まあおかんはねシングルで寝てるので、おかんのシングルということで、まあ、一つだけまずはプレゼントさせてもらったということになってるぐらい、まあ、気に入ってますし、まあ、1日終わって疲れた後に買ったりとかで寝るのってしんどいじゃないですか。だから寝るとこぐらいちゃんとしたいなっていうのが、まあ、ずっとあったんで、まあ、これは今年買ってよかったなというところの第3位ということになっております。では次第2位っていうのがですね、こちらのホカオネオネのスニーカーになってます。で、まあ、これはもう何がいいのかっていうとですね、ゴアテックスであるっていうところがまず一つで、ゴアテックスのスニーカーって今結構それこそあるんですよね。でもゴアテックスのスニーカーの中で圧倒的に軽くて履き心地がいいのはもうこれなんですよ。でそれこそ例えばエアーホースのゴアテックスが出てたりだとか、あとコンバースのゴアテックスが出てたりするんですけども、やっぱりエアーホースはちょっと重たさがあったりするし、コンバースの方は軽いけども履き心地はちょっと悪かったりするじゃないですか。って考えた時に圧倒的に履き心地が良くて軽くてどんな天候でも履けるスニーカーは何って言われたらもうこれなんですよね。で僕それこそこれ購入したんで夏前かな、ゴールデンウィークぐらいに購入したんですけど、そっから毎日履いてるんですよ。毎日履くことで一回も洗ってないんですよ。でまあちょっとまあねそれはあの老いに奥さスニーカーになってるかもしれないんですけど、でもそれぐらいこうヘビロテしたくなるぐらい、まあ、楽なんですよね歩いてて。だからどうしても履く靴はこれに行きがちやし、でなおかつ雨とか降ってたらなおさらこれ履いたって絶対靴下濡れへんから、これはほんまに買ってよかったなと思いますね。もう第1位とどっちにしようかなって思うぐらいめちゃくちゃ迷ったんですけど、正直買った時とかって別にそんな見た目が気に入ってるわけでもなんでもないし、まあ黒のゴアテックスのスニーカーがまあ機能的やなぐらいにしか思ってなかったんですけど、こんだけ軽くてこんだけ履き心地よくて、でなおかつ私服とかでも合わせやすいじゃないですか。なんならもうこれしか履くのがないんですよね。で他にスニーカーとか靴あるんですけど、もうこれしかずっと履いてないので、まあ、ちょっとね来年はもうちょっといろんなスニーカーとか靴とかも紹介したいなとは思うんですけど、ついついこれが良すぎたんでこればっかり履いちゃったってことで、確かこれが2万7000円ぐらいするのでスニーカーにしてはちょっと高いかもしれないんですけど、もう圧倒的に元を取れるんですよね。僕なんかもう毎日履いてるから十分この良さもわかるし、なおかつ毎日履いてる割にはま
だまだ溝もあるんですよね。って考えるとこれはもうちょっと先行投資やと思って2万7000ぐらい出してでも買うべきものというか、ほんで梅雨の時期なんかもずっと毎日履けるし、ほんで履いてて楽やし疲れることないし、まあさすがあの山とかを走るようとして作られたメーカーやなって思えるぐらい作りはもうめちゃくちゃしっかりしてますね。今まで履いたエアーマックスとかあのナイキとかも良かったんですけど、それをはるかに上回るぐらいの履き心地だったんで、ちょっと足が普段疲れてるとか、あと雨の日とかはもう靴下びちょびちょなの嫌やねんとかって思ってはる方は、まあ一回これ試してみてもいいんじゃないかなと思えるようなスニーカーでした。というのがまあ第2位ということになってて、最後はですね第1位に行きたいなと思うんですけど、正直第2位と第1位はですねもうどっちがどっちってもう変わらんぐらい良かったんですよね。だからまあうーんって迷ったんですけど、やっぱりこの第1位は使っててほんまに良かったなと思うし、なおかつちょっと変わりがないというか変わりが効かんなと思ったんで、まあ、これを第1位に選ばさせてもらったということになってますので、で栄えある第1位というのはですね、お掃除ロボットルンバになってます。まあこれはもうまあご存知の方多いと思うんですけど、まあ勝手に部屋を掃除してくれるっていうことで、確か値段が5万円ぐらいやったんで、まあそんなに安くはないじゃないですか。だからまあどうなんかなとかって思ってたりしてたんですけど、それこそ我が家ですね、つい最近年末の大掃除しようってなったんですけど、ちょっとまあ僕も嫁も忙しすぎてなかなか2人日にちを合わせて掃除するタイミングっていうのはなかったんですよね。だからちょっとまあ贅沢させてもらって、あの業者さんにクリーニングしてもらって、特に水回りですよね、キッチンとか排水口とか、あとは風呂場、トイレ、洗面台、まあ、その他もろもろを、まあ、クリーニング業者さんにしてもらったんですよね。で、まあ、家来てもらって業者さんがバーって磨いてくれて綺麗にしてくれたりしてたんですけど、それがね確か5万円ぐらいしたんですよ。でまあまあいい値段したんですけど、ようよう考えたらルンバと同じ値段なんですよね。で、まあ、業者さん来てもらうのってめっちゃありがたいし、めっちゃピコピコなのはほんま助かるんですけど、やっぱ人対人やからちょっと気は使うじゃないですか。でずっとね6時間ぐらい行ってもらったんですけど、その間僕ずっと編集とかしてたんですが、やっぱちょっと申し訳ないなとかって思ったりとか、ちょっとなんか差し入れ買ってきたりとかするんですけど、このルンバに関してはですね、こいつ差し入れも何もいらないんですね。で、気にかけんでも勝手に掃除しよるし、勝手に戻ってるんですよ。で、それがもう毎日使い放題なんですよね。って考えると、まあ、業者さんはやっぱ1回来てもらうのに5万円するけど、次の日からまたどんどん汚くなってくるじゃないですか。でもルンバに関しては1回5万円で買っておけば、もう毎日365日掃除毎日してくれるし、ね、1日2回でも3回でも回せるんですよ。で、今のルンバって多分僕の持ってるグレード以上のやつやったら、そのある程度マッピングって言って部屋の形とかを理解しながら掃除してくれるので、まあ、ほんまに塵一つない状態まで綺麗にしてくれるんですよね。だから人間の僕が掃除機かけるより綺麗なんですよ。って考えるとこの5万円はめちゃくちゃ安いなと思うんですよね。まあ日割りしても1年間もしフルで使ったって考えても1日100円ちょっと200円いかんぐらいと思うんですけど、まあ1日100円か200円払うだけで家掃除してくれんやったらなんか安いじゃないですか。まあこれは良かったなーっていうところで、まあ唯一、まあ僕の部屋では全く何とも思わないんですけど、例えば一軒家で持ってはる方とかやったら階段とかがねルンバはできないんで、そうなってくるとルンバ2台体制にしなきゃいけないんですよ。まあそれはちょっと、まあ、いずれ僕も一軒家買うってなった時はちょっとネックになってくるかなと思うんですけど、まあその頃にやったらねルンバもなんかこう階段とか上り寄るんちゃうかなと思うようなぐらい性能が上がってて、ほんまに人が掃除するより綺麗なんで、まあさすがにプロの業者さんと比べるとやっぱプロの業者さんの方が綺麗やとは思うんですけども、まあ一般の普通の人が、まあ、素人が掃除するよりはもう圧倒的に綺麗なので、まあ、これは持っとって損ないでしょうというふうに思いますし、僕なんやったらですね、あの後輩の子にこれ1台プレゼントしたぐらい、もうめっちゃ気に入ってるからあの使ってって言って渡したぐらい、まあ、これは気に入ってるので、全然ルンバから案件とかなんでもないんですけど、ただただ自腹切って渡してたりとかするんですけど、まあこれは良かったかなと思います。まあ皆さんね、多分お忙しいと思いますし、なかなかこうゆっくりする時間がないと思うので、まあそれはちょっともう最近はもうロボットにやらす時代やと、人間が自分の部屋の掃除をする時代は終わったんじゃないかと思えるぐらい良かったかなと思います。まあ2年ぐらい前かな、なんかあのブラーバーって言ってね、床を拭いてくれるのめっちゃいいですよって僕その時言ったんですけど、それはねいいんですけど帰ってこないんですよ。どっかで途中でたまに迷子になってる時あるんですね。お前どこで泊まってんねんって、お前帰ってこい帰ってこいって言うんですけど、全然帰ってこんとピローンってなってたりする時あるんですが、ルンバに関しては絶対に帰ってくるんですよね。その安心感、まあ、恋人っていうよりかはまあどっちかって言ったらこう夫婦って感じですよね。しっかり自分のものに帰ってくるんだっていう安心感がルンバにはあるっていうところで、まあ良かったかなというところになっておりますね。はい、ということで2020年買ってよかったもの15位から1位までっていうので2本動画を作らせてもらって、まあ、ここまで
見ていただいたっていうことなんですけども、まあ、それぞれの詳細動画とかレビュー動画とかは下の動画説明欄に貼ってますし、同じ商品のリンクも下の説明欄に貼ってるので、そちらを見ていただければより詳細が分かったりはするかなと思うんですけども、まあ、年末皆さん結構買い物されることが多いと思うんですけど、まあ、どうせ買い物するんやったらね、こう失敗せんと、まあ、成功したいというか、誰かが使ってて、まあ、いいんやったら買おうかなみたいな方もいらっしゃると思うんですよね。ってなった時に、まあ、僕はこの第5位以降はもう誰でもいいんちゃうかなと思えるぐらい良かったんで、まあ、持ってない方は、見ていただければいいんじゃないかなというふうには思います。ということになってますので、本日はですね、2020年買って良かったものトップ7からトップ1まで紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。